13番ホールに来ました。打ち上げのまっすぐホールです。打ち上げてますので400ヤード、重心には長いホールとなっています。綺麗なドローがかかってフェアウェイ左にナイスショットです。ちょっと左引っ掛け気味、左ラフ問題はありません。ちょっと右に吹けてしまいました。木に当たったようです。木の音がしました。木に当たった音がしました。左フェアウェイナイスショットです。正田選手木に当て運よくフェアウェイに戻りました。ピンに向かってまっすぐ飛んでいってます。ナイスオン。選手約147、8ヤードですが、上りがあるのでとアゲンストで横からの風で155ヤード程度でしょうか。ちょっと引っ掛け気味に左に行きました。杉原選手残り130弱ですが、上りなので135ぐらい打ってもいいと思います。右ちょっとショートでした。杉原選手約10ヤードのアプローチショットですが、グリーンがあまり使えないため高く出して柔らかく打ちたいところです。綺麗なアプローチです。ナイスアプローチ、ありがとうございます。お手本のようなアプローチでした。小谷のスライスラインです。惜しい。ナイスパー。ナイス、見事に決めました。さあバーディーパットどうか。惜しい。さあ14番パー5です。1打目の落としどころが難しいホールです。2打目はブラインドショットになります。先ほどのホールは木に当てながら2打目スーパーショットでバーディーを取ったポイントランキング2位の正田夢乃選手です。杉原選手ドローをかけてナイスショットです。ナイスショー、ナイスショー。ちょっと上げてきてます。右ラフです。山を越えるとこんな感じになってます。杉原選手、今までのトーナメントでこのホール見たことのないようなドライバーの飛距離で2オンもいけると思います。
大島選手第2号です。深澤選手第2号です。ちょっと右に出てしまいましたが大丈夫でしょうか。かなり右に出てます。深澤選手暫定球になります。これは綺麗にクリアに当たりナイスショットです。ちょっと引っ掛け気味ですが問題ないでしょう。杉原選手ドライバー280ヤードアゲンストで飛んでいます。残り210ヤード上り、低い段までちょっと右に出てます。あ、木に当たってしまいました。大島選手第3打です。第3打さあバーディーチャンスにつけることができるか。ちょっと右に出てしまいました。川村選手第3打です。足の間を抜けてトラブルショットですが、足の間を抜けることができるか。おー、ナイスショット。さあ杉原選手第3打寄せることができるか。ちょっとダフってしまいました。もったいないショットでした。残り60ヤードのショットをダフってしまいました。ナイスアプローチでした。第4打寄り切りませんでした。川村選手20ヤードフックラインのアプローチショットです。かなりフックします。いい感じ。ナイスアプローチ。さあ浅田選手パターは使いません。ナイスリー、手前から奥まですごく傾斜があり、縦であれば上につけるとバーディーはないと思います。また横につけると曲がり具合を読むのが非常に大変なグリーンになっています。おー、ナイスセーブ。ナイスパー。ナイスセーブ。ナイスパット。15番350ヤード。今日はティーは10ヤードほど後ろなので360ヤードのパー4です。ブラインドホールで若干グリーンが左側に見えます。左ドッグになってます。よいしょ。フェアウェイ右、グ
グリーンが狙いやすいいい角度にフェアウェイキープです。河村選手ちょっと左に曲がりすぎて、左斜面に落ちましたが、フレンドリーバウンドでかなり転がって落ちてきたようなように見えます。ロングヒッターの杉原選手です。ドローが持ち球で右からフェアウェイやや右サイドにかなり飛ばしております。大島選手です。フェアウェイ左右キックでフェアウェイキープです。残り135ヤードセカンドショットです。綺麗に当たってフェードがかかってナイスショット、バーディーチャンスにつけました。マザザツ選手も同じく残り135ヤードきれいにドローがかかって筋ってます。距離はナイスショット、バーディーチャンスです。残り100ヤード前後となってます。260ヤードほど飛んでます。ドローがかかってきれいにピンに向かっていってます。ナイスショット、バーディーチャンスです。河村選手、飛ばし屋の杉原選手をオーバードライブしています。ナイスドライブでした。残り90ヤードちょっとプッシュしてしまいました。グリーン右に落ちました。河村選手、下りのフックライン、ナイスパー、ナイスパー、惜しい。さあ、増田選手バーディーパットです。大島選手のパットのラインが非常に参考になったと思います。スライスラインです。ナイスバーディー、